こんにちは、かけまです。昨日ですね、初めて、ここにはないんですけれども、アイコスっていうやつを買うことができまして、隣に住んでるお客さんが教えてくれて、アイコスあるよ、言って。ほんで買いに行って。で、買ってきたんですけれども、それ初めて吸いました。最初、一番最初はなんかこう、吸うてる感に違和感はあるんですけれども、昨日ですね、4本ぐらい吸ったんですが、今朝入れて5本ですかね。なんか、アイコスを一回吸うと、普通のタバコじゃちょっと物足りなくなるみたいな感じがあって、これぐらいしかタバコの長さないんですけれど、めっちゃ吸えるんですよ。普通のタバコよりもこうやって吸うんですけど。なんか、吸うても吸うても終われへんみたいな。6分楽しめるって言って書いてました。なんか、体にもなんかあんまり悪くなさそうですし、いいんじゃないでしょうか。何の話なんでしょうか。すいません。今日は、先週土曜日、スバゼンの代わりの、オフ会があって、その帰りに、和歌山の友達が、和歌山の名物や言って、買ってきてくれたんですけれども、売っているところが、セブンイレブンさんで、井出商店っていう、和歌山でも有名な、ラーメンの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。はい、5個も入ってる、すいません、ほんま大きに、和歌山の、井出商店さん、醤油豚骨ですね。全部同じです。有名らしいです。ここが本店というかお店の店舗の写真なんですけれども、原材料名はこちらの方になります。エネルギーは409キロカロリーです。作り方は、3分お湯で沸騰させて、別に湯切りはせんでも OK で、スープをそのまま入れてお召し上がりっていう形ですね。すいません、中身見てもらうの忘れました。これがスープ。スープ、火薬はなしですね。ネギいるかな。これが麺で。で、茹でてからスープを入れるっていう感じです。じゃあ、ちょっと作っていきます。はい、3分茹でて、タレを入れました。すごい色をしていて、麺は割に細麺タイプ。あとは、チャーシューとネギ欲しいですね。やっぱり、ちょっと寂しい感じで。すごいいい香りがしてまいります。すいません、ちょっと熱くて持てないんで、皿の上に乗せてます。それではお味の方をチェックさせていただきたいと思います。この味は醤油豚骨ラーメンで、豚骨の風味はよく出ているんですけれども、昔和歌山に2回ぐらいちょっと素潜りに行った時に、今も高速全部繋がっちゃってもないんですけれども、昔は和歌山、白浜の方行くときは途中で降りないといけなくて、その降りた先のパーキングに、あった食堂なんですけれども、そこで売ってた、中華そばの、なんか風味っていうものも入ってて、多分、和歌山独特のなんかの秘伝の醤油かなんか使ってるんや、かなーっていう感じで、そこもこんな、味がする、その中華そば売ってました。で、そうですね、中華そば風豚骨醤油ラーメン。めっちゃ美味しいです。で、細麺がですね、すごくその、歯ごたえがあって、スープに絡んで、めっちゃ美味しくいただけます。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。熱くてね、持てないんですよ。めっちゃ熱いんですよ、このお椀が。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。